こんにちは、整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は買いすぎ病の抜け出し方5箇条をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まず最初のよくあるパターンは、服やバッグなどを買いすぎてしまうというものです。雑誌や SNS を見て、つい素敵な洋服やバッグを衝動買いしてしまったり、セールに行くとついたくさん買ってしまうものの、結局あまり着ていない服がクローゼットの大半を占めているというお宅は意外と多いです。洋服類を買いすぎてしまう方には、物自体ではなく買う行為が目的になっているという傾向がよく見られます。人は買うという行為によってアドレナリンが出るため、日常のストレスのはけ口が買い物に向いてしまうという方もいらっしゃいます。ですが、買った時がアドレナリン放出のピークのため、手に入れただけで満足してしまい、結局大して使わないまま物が溜まっていくという状況になりやすいです。買い物をストレスのはけ口にしがちな方にお勧めしたいのが、物が溜まらないストレス発散法を見つけるということです。例えばヨガやピラティスといった気軽に楽しめるスポーツや、映画や旅行などの物消費ではなくこと消費でストレスを発散することを意識すると、物が溜まっていくのを防ぎやすくなります。仕事や育児で忙しく、なかなかこと消費に割く時間を取れないという方は、お取り寄せグルメを楽しんだり、後に残らないお花や使えばなくなる癒しグッズや美容グッズを使い切れる量だけ買うという方法もおすすめです。どうしても洋服が好きという方は、サブスクレンタルサービスを上手に活用するという方法もあります。レンタルを活用することで、新しいものを身につけるときめきを感じることができ、満足したらすぐ返却できるため、物がたまりにくいというメリットもあります。代表的なサービスの例としては、スタイリストの方が好みに合った服を選んでくれるエアクローゼットや、自分で1点ずつ選べるメチャカリといったサービスがあります。洋服類を買いすぎてしまってお悩みの方は、ぜひこれらの方法も検討してみてはいかがでしょうか。続いてのよくあるパターンが、ストック品を買いすぎてしまうというものです。仕事や育児で忙しく、なかなか買い物に行けない不安から、ストック品を大量にまとめ買いしてしまい、収納場所に困るというお宅もよくお見受けします。台風や地震などの災害でお店に在庫がなくなったらどうしようという不安から、念のためと大量に在庫を買いだめしてしまう方も多いです。ストック品を買いすぎてしまう方にぜひ意識していただきたいのが、なんとなく不安をもっと具体的に考えてみるということです。ストックがなくなったら不安だからと買いすぎてしまう方の多くは、今あるストックはどのくらいの期間で使い切るのかということをあまり具体的に考えていなかったりします。そのなんとなく不安の解像度を上げてみれば、実は物によってはこんなにストックがなくても大丈夫だったということに気づけることも多いです。ストック品が増えすぎる方にお勧めしたいのが、使い切るまでのおおよその期間を把握するということです。洗剤などのストック品の場合は、1日あたりの使用量をもとに計算すれば、だいたい何日くらいで使い切るかがわかります。また使い始めた日付をパッケージに書いておいても、だいたいどのくらいの期間で使い切っているのかという目安がわかります。ある程度の目安がわかれば、必要以上にたくさんストックしておかなくても、このくらいの量があれば十分ということが把握できて安心につながります。また万が一切らした場合の対処法を考えておくというのもおすすめです。例えばボックスティッシュであれば、万が一切らしてしまってもポケットティッシュで一時的に代用すれば、次に買い物に行くまでの間は乗り切ることができます。他にもキッチンペーパーを切らしてしまった場合は、ペーパーナプキンで代用したり、ラップを切らしたら保存容器や布巾で代用したりといった方法もあります。ストックがないと不安という方は、万が一足りなくなった時の対応方法を調べておくと、ストックの増やしすぎの予防だけでなく、災害の時などにも慌てなくて済みます。続いてのよくあるパターンは、おもちゃや絵本を買いすぎてしまうというものです。子供が欲しがるおもちゃを次々に買い与えてしまい、気づいたら家がおもちゃだらけになってしまっているお宅も多いです。
おもちゃだけでなく絵本や知育玩具、通信教材なども子どもの教育に役立つならとどんどん増やしてしまうお宅も少なくありません。おもちゃなどを買いすぎてしまうお宅にぜひお伝えしたいのが、優先順位のつけ方を教えることも大事な教育ということです。大人になるとお金や時間などの限りある資源の使い方について、どう自分の欲望に優先順位をつけてやりくりするかということが常に求められます。これはお金や時間に限らず、家のスペースの使い方においても基本的に考え方は同じです。この限られた範囲で優先順位をつける力を子どものうちから鍛えておくことも将来に大きく役立ちます。そのためぜひお勧めしたいのが、おもちゃスペースの上限を決めて一緒にやりくりを考えるということです。まずはおもちゃや絵本の収納スペースを決めて、先にお子さんにこのスペースに収まる量にしようねというルールを伝えておきます。お住まいの間取りによっては1軍、2軍、3軍と使用頻度でスペースを分けてもいいですが、スペースの全体量がどんどん増えてしまわないよう上限は決めておきましょう。新しいおもちゃを買う際、スペースから溢れそうな場合は、代わりにどれを手放すかをセットで考えるルールにすると、おもちゃの買いすぎも防ぎやすくなります。続いてのよくあるパターンが、趣味のものを買いすぎてしまうということです。ハンドメイド用品やアウトドア用品など趣味のものがどんどん増えてしまって置き場所がなく、お悩みの方も多いです。好きなアーティストやアニメなどの推しグッズがどんどん増えてしまい、処分できずに溜まっていってお悩みの方もよくお見受けします。趣味のものが増えすぎる方にぜひ意識していただきたいのが、趣味はゆとりの範囲で楽しんでこそ意味があるということです。お金で考えると、趣味に没頭しすぎた結果借金生活になっては、せっかく暮らしを豊かにしてくれるはずの趣味が台無しになってしまいます。そのため、趣味はあらかじめ予算を決めてその範囲で楽しむのが本来のあるべき姿です。この考え方はお金だけではなく、スペースという観点でも同じことが言えます。そのため、ぜひ実践していただきたいのが、趣味のスペース予算を先に決めるということです。例えばコレクションのグッズだったらこの棚に入る範囲、アウトドア用品だったら何度や物置に収まる範囲など、先にルールを決めておきます。その上で、新しく何かを買いたくなったら先にスペースを確保してから買うようにしましょう。趣味のものはなかなかこのルールが守れないという方も多いかもしれませんが、特にお子さんがいらっしゃるお宅の場合、大人が趣味のものの買いすぎを我慢できなければ、お子さんがおもちゃを我慢することはなかなかできません。大人が決められたスペースの範囲でやりくりする姿を見せることが、お子さんのものの増えすぎ防止のためにも大事なポイントです。そして最後のよくあるパターンが、本を買いすぎてしまうというものです。仕事や勉強のためにたくさん本を買ってしまい、本棚がいっぱいでお困りのお宅もよくお見受けします。本を買いすぎてしまうお宅に意識していただきたいのが、自己投資を正規にしないということです。浪費や消費に分類されがちなその他のものと比べて、本は自己投資につながるからたくさん買っても大丈夫と、つい聖域にしてしまいがちな傾向があります。ですが、学びや自己投資は本来暮らしを良くするためにやっていることのはずです。結果的にそれが自宅のスペースを圧迫してしまい、暮らしの質が下がってしまうのであれば本末転倒かもしれません。本が増えすぎる方におすすめしたいのが、本を手放すことをためらわないということです。大量の蔵書がご自宅にあったという経済評論家の山崎はじめさんは、癌でお亡くなりになる前に出版された最後の著書で、ご自身の蔵書整理についてこのようなことを書かれていました。価値があるのは本そのものではなく、頭の中に残った知識。時々見返すことがあるのは特定の30から50冊くらいに過ぎない。癌にならなくても、もっと早く、さらに徹底的にこうすべきだった。評論家という本が仕事に直結する肩書きをお持ちの方でも、このようにおっしゃっている通り、たくさんの本を手元に置くことで満足するのではなく、頭に残った知識を生かす方に意識を向けて、本そのものは潔く手放すことも必要です。それでもどうしても後から読み返せるようにしたいという方は、電子書籍慣れにチャレンジするということも大事です。
本が好きな方は比較的紙の本を好みがちな傾向がありますが、電子書籍は場所を取らず、移動中などいつでもどこでも読めるというメリットもあります。多くの電子書籍サービスでは文字のサイズを大きくして読むこともできるため、電子書籍は読みづらいイメージで敬遠されている方も、本がなかなか処分できない場合は電子書籍慣れにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。つい買いすぎてしまって物が増えがちな方はぜひ参考にしてみてくださいね。最後に、この動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。